デインドリームはドイツで生産、調教された競争馬である。主なカチクラは2011年のベルリン大賞、バーデン大賞、外戦門賞、2012年のキング・ジョージ・6世クイーン・エリザベス・ステークス、バーデン大賞、2011年のカルティエ賞最優秀3歳品馬。母デインドロップはアイルランド生産馬で17000ユーロで取引され、ドイツに渡ってきた。 父ロミタスは1991年のドイツ年度代表馬である。デインドリームはドイツ生産馬であるが代々ドイツで紡がれてきた血統ではない。1歳児に9000ユーロで取引されるなど評価は高くなかった。2歳児から積極的に遠征し、フランスでも出走した。フランスでは欧州牧畜基金クリテリウムで1位入選するも3着に、後着となる浮き目もあったが、 1> g 1マルセルブサック賞にも挑戦し、6着となっている。その後ドイツでもう一戦して、休養に入った。ここまで5戦1勝と、目立つ馬ではなかった。3歳初戦はイタリアで走りリステッド競争4着、デルビーイタリアーノ3着と、構想した。オークスイタリアーノでは、道中3番手につけ、直線残り400メートルで、 無チが入るとよく伸び後続に6馬審査をつける圧勝で海外で重勝初勝利を決めた。フランスに遠征してのマルレ賞では敗れたが、ドイツに戻り、コボバとの初対戦となるベルリン大賞では、馬群の真ん中から直線残り400メートルで抜け出し5馬審査で勝利した。続く、バーデン大賞ではわずか6頭立てのレースとなったが、道中2番手から早めにスパートし、 逃げた前年優勝馬のナイトマジックを楽にかわして6馬審査で G1 競争に連勝とした。ベルリン大賞、バーデン大賞とも父ロミタスとの父子制覇となっている。9月29日にヤシロ大ファーム代表の吉田、テルヤがデインドリームの権利の半分を購買した。集荷賞にも登録していたが、外線門章に10万ユーロの追加登録料を払い、登録を行った。 外戦門賞では、道中先行したヒルノダムールのすぐ後ろを進み、残り200メートルで後続を突き放し5馬審査で勝利した。外戦門賞勝利は、ドイツサ馬としては初、ドイツ超強馬としては1975年の下アピール以来36年ぶり2頭目の快挙だった。安城のアンドレアシュ・シュシタルケもドイツ人として、初の外戦門賞勝利騎手となった。また、 この年の外旋門賞ウィークエンドは、晴天が続き、レコードタイムが続出するババとなったこともあり、1997年にパントレセレブルが記録した2.246を更新する、レコードタイムでの決着となった。11月15日には、カルティエ賞が発表され、最優秀3歳品馬に選出された。その後日本に遠征し、11月27日の、 ジャパンカップに一番人気で出走。後方追走から直線で大外から足を伸ばすも6着に終わった。4歳初戦は5月20日に行われたバーデン企業、大将。4番手で追走し、直線入り口で先頭に並びかけすぐに抜け出すと、残り1ハロンで外から2頭に追い上げられるも、3、4馬審査で勝利した。次に6月24日に行われた。 サンクルー大賞に出走。抜けた人気となるが、先頭から三馬身あまり遅れた四頭立ての四着と、期待を裏切る形となる。そして7月21日のキング・ジョージ六世クイーン・エリザベス・ステークスに出走。前年の優勝馬なサニエルを直線での接戦の上、ゴール手前でかわして優勝。なお、外戦門章とキング・ジョージを共に制した品馬は、史上初となる。 10月2日、史上6頭目の連覇がかかっていた外線紋章を断念することが決定した。デインドリームが在馬やしているドイツのケルン競馬場で馬伝染性貧血に感染した馬がいることが判明。半径 1.5km 以内にいる馬の移動が3ヶ月間禁止されたため、その後陣営は馬伝染性貧血の最終チェックを経て、同級者馬と共に、 ドバイへの遠征を予定していたが、バッシュサイドと調教師サイドによる競技の末、12月21日に現役を引退することを発表した。2013年からイギリスのニューセルズ・パーク・スタッドにて繁殖品馬となり、初年度はイギリスのバンステッド・マナースタッドで強要されているフランケルと交配された。2014年1月27日、初子となる品馬を出産した。 2020年12月に日本に輸入され、2021年より八代大ファームで供用されることになった。近親に、近者差の奇跡がいる。ありがとうございます。